10年前、地球は突然の攻撃を受けた。敵は宇宙の果てからやってきた謎の軍団だった。その時、敵に立ち向かったのは地球防衛連合が構成した機構パイロットチームだった。彼らが敵を退けたことで地球の平和は守られた。しかし戦いが終わった後、チームは誰一人として帰還することが可能、そのまま行方不明になってしまった。地球防衛連合はこの事態を重く受け止めた。それから数年後、敵の襲撃に備え飛行パイロット育成に力を注ぐことにしたのである。この少年リオンは新入生。今日から機構パイロットを目指してアカデミーで学ぶことになっている。来たぜ、ゼネシス機構アカデミー。初登校一番乗りだぜ。なんつったって入学式の始まる1時間前に到着してるんだからな。おお、これはレジェンドパイロットたちの銅像。試験の順位だ。入学試験バッチリだったもんな。きっとトップは俺だぜ。おい、お前何一番に来てんだよ。一番は俺って決まってんだろ。誰だお前。俺はリオン。今日からここのナンバーワン機構パイロットになる男だ。ふん、残念だったな。はあ？なあ！俺が2位？嘘だろ！なんかの間違いだ！騒がしいわね。何なの？リオンじゃない。はあ？ジャスミン、なんでお前が。なんでって、試験の時一緒だったし、合格したことも知らせたよね。じゃなくて、俺が入学式一番乗りのはずなのに、なんでみんな1時間前に来てんだよ。やっぱり2時間前に来るべきだった。何わけのわからないこと言ってるの。入学式もう始まるわよ。は？もしかしてリオン、
あんた時間間違えてない？え？嘘だろ！入学式も一番じゃなかったなんて。ダブルショックだ。お前ら知り合いか？一応幼馴染。ダブルショックって言ってたけど、あんたリオンに何かしたの？別に、多分これじゃね。ああ、一番取れなかったんだ。そりゃへこむね。ちっちゃい頃から何でも一番にこだわるからね、リオンは。ほら、立って。くそ。入学式一番乗りはジャスミンに、入学試験はロブってやつに負けた。ちょっと待って。お前がロブか！いちいち騒がしいやつだな。私は3位のジャスミン。で、こっちが2位のリオンよ。おいらも忘れんなよ！ビリッケツのボッチだ！なんだこいつ。おいらの凄さは試験なんかじゃ測れないかんな！よろしくな！お、おう。よろしくね。イエーイ！おい、無視かよ。関係ないだろ。クール気取ってんじゃねえぞ。お前、アカデミーに入学できて嬉しくねえのかよ。才能を生かしただけだ。もしつまらなかったら、いつ辞めてもいい。お前、そんな軽い気持ちでアカデミーに入ったのかよ。リオン。たかがパイロットだろ。ねえ、ちょっと、入学式早々、喧嘩はやめようよ。そうだぜ。ふっ、ちょっとリオン、入学式は？今のは、ロブがちょっと言い過ぎかな。だね。あいつはちっちゃい頃から有名だからな。親が財閥で超金持ち。頭も、身体能力も抜群。むしろアカデミーの方から入学してほしいって言ったみたいだし。そうなの？うん。逆にリオンはさ、ずーっと飛行パイロットになるのが夢だったんだ。お父さんみたいになりたいってすごく頑張ってきたから。ってことは、そう、リオンのお父さんは10年前の戦いで行方不明になっちゃったレジェンドパイロットの一人だったの。あ、そっか。だからリオンのやつあんなに熱くなったのか。バックスはなんでこのアカデミーに？おいら勉強とかあんま得意じゃないけど、メカとか気候が大好きなんだ。ジャスミンは？私は女性パイロットがもっといっぱいいてもいいかなって思ったからかな。へえ、いいじゃん。ね、バックス、これから一緒に頑張ろうね。おう！くそ、ムカつく。ロブ、あいつだけには負けたくねえ。皆さん、ジェネシス機構アカデミーにようこそ。君たちにはこれから3年間正式な機構パイロットを目指して頑張ってもらいます。優秀なパイロットになるために、学科教習とシミュレーション装置を使ったバーチャルバトルを徹底的に訓練することになっています。では早速、皆さん一人一人がどの機構に適しているか調べてみましょう。適正した機構がこれから皆さんの相棒になります。さて、機構起動カードは持っていますね。ライザー、ウルナー、アンフォーク、
よろしい。それぞれ相棒が決まったようですね。さて、もう一つ重要なことをお話ししておきましょう。毎年、我がジェネシス機構アカデミーを含めた4つの機構アカデミーでは、生徒たちの腕を磨くことを目的に、毎年1回機構舞踏大会を開催しています。もちろん、成績次第では1年生の君たちにもチャンスはありますよ。それでは早速、2人1組で簡単な組手をしてみましょう。はい、大変結構です。次は、ロブとリオン、行ってみるな。俺の激雷山が最強だってこと、見せてやるぜ。子供だな。その口、黙らせてやる。バカなやつだな。組み手だって言ってるだろ。バトル、スタートだ。おう。やれやれ、リオン君とロブ君は少々元気が良すぎるようですね。おい待てよ、次は絶対俺が勝つからな。の花へし折ってやる。そのためにも絶対気候武道大会の選手に選ばれてみせる。あの4人まだまだ荒削りですが、なかなかいいセンスをしてますね。もしかして今年の気候武道大会いいところまで行くかもしれませんね。